さて今回は3月下旬の時事問題、3月16日から31日までに起こった伝えておきたい時事問題をこの動画で確認していきます。中学生、高校生、大学生の勉強などに役立ててもらえればと思います。というわけで今回の時事問題はこちら。今回もいろいろな話題が入っています。ウクライナ情勢の他に地震に関連する話題もニュースを賑わせましたし、それから時事問題的には予算ですよね。国会で2022年度予算が成立する、こういった出来事もありました。ということでこの動画ではこの半月に起きたこれらの出来事、重要用語や押さえておきたいポイントを一緒に確認していこうと思います。それでは早速順番にやっていきましょう。ではまずこちら、地震の話題ですね。いろいろな影響があった地震だったと思います。何があったのか確認しておきましょう。まず地震が発生したのは3月16日の夜でした。午後11時36分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生をして、3人が死亡、200人以上が怪我をする被害が発生しました。東日本の多くの場所で揺れを観測しましたから、びっくりしたという人もね、多かったんじゃないかと思いますが、中でも大きな被害となったのが新幹線です。走行中の東北新幹線が脱線をして、また設備の損傷なども多数見つかって、4月頭現在、福島と仙台の間が不通となっている。全線での運転再開は4月20日頃を見込んでいるということで、地震の影響を新幹線が1ヶ月ほど受ける、こういった事態にもなっています。その他にも高速道路で地面のひび割れが発生して通行止めになったり、あるいは地震直後、都内で停電なども起きました。この3月は前回の動画でも触れた通り、やはり2011年3月11日の東日本大震災から11年を迎えた、そういうタイミングでした。東日本をそれなりの大きさの揺れが襲ったということで、この半月では大きな出来事になりました。そしてその地震の影響を受けたのが今度はこちらですね。3月22日に厳しい寒さを迎えたということもあり、関東それから東北で電力が足りなくなるということで、初めてとなる電力需給逼迫警報というものが出されました。こちらもこれは何なのかを見ておきましょう。まず電力需給逼迫警報とは、2011年の東日本大震災で電力不足になったという経験をもとに、翌2012年に導入された制度、警報のことです。11年前の東日本大震災の時、地震や津波でいくつもの発電所が止まってしまい、その結果地震の後、関東や東北で電力不足になるということが見込まれたんですね。こういう時に電力の需要と供給のバランスが大きく崩れると、大規模な停電、ブラックアウトが起きる可能性があるので、そうならないようにするために時間を決めて地域ごとに停電を行う計画停電ということが11年前に行われたんです。今回その計画停電を行う可能性もあるので、そうならないようにするために企業や家庭に節電を呼びかける。そのために出されたのが電力需給逼迫警報。2012年に導入されてから初めて発例ということになりました。今回は先ほど紹介した3月16日の地震で、複数の火力発電所が停止してしまっていて、そこに22から23日にかけて厳しい寒さ、そして悪天候、悪天候だと太陽光発電を見込むことができない、こういった条件が重なってしまい、電力不足の可能性が出てきたので初めて発令ということになりました。結果として大規模停電が発生するということにはなりませんでしたが、かなりギリギリの状態だったということで、発電それからエネルギーのあり方に議論が及ぶ、そういう出来事だったかなと思います。それではこちら、予算が成立したという話ですね。毎年3月下旬になると国会で新年度予算が成立をします。今年の予算どんな特徴があるのか。それからそもそも日本の財政にはどのような特徴があるのか。このあたりは社会科時事問題としてもとても品質のテーマです。詳しくは今回の2022年度予算を紹介する動画を別でアップしています。こちらで予算、それから財政について知っておきたい重要用語とともにポイントを紹介していますので、詳しくはこちらの動画を見てもらえればと思います。ここではその動画でも使ったスライドを用いて、簡単に2022年度予算のポイントを見ておきましょう。まず今年度の予算、グラフではこのような形で表すことができます。ポイントの1つ目はこの予算の規模、過去最大の107兆5964億円になっているという点、100兆円を超える規模ということですね。それから次、歳出のうち主に社会保障費、社会保障関係費と国債費が過去最大になっていて、この2つが予算が過去最大になっている大きな要因と言えます。日本、やはり高齢化が進行しているということで、社会保障費は年々多くなっていますし、それから国債費の方はまだ国債を償還返済できていない、その国債の発行残高が1000兆円を超えている、このようなことなどから国債費も過去最大になっているんですね。その他、昨年に続き新型コロナウイルス対策の予備費5兆円が入っている。新たな変異株の登場による感染拡大など、状況が変化することに備えるための費用ですね。そして一方の歳入の特徴ですが、税収が過去最大の65兆2350億円を見込んでいます。新型コロナの影響で落ち込んでいた企業の業績が回復傾向にあるということで、大きく税収が増える見込みになっている。非常に簡単にですが、こういったポイントを押さえておいてほしいなと思います。それから次、新型コロナウイルス関連のこの半月の動きも整理しておきましょう。まず一つ目はさっきの一覧表にもあった通り、3月21日、まん延防止等重点措置が全面解除となりました。すべての都道府県にまん延防止等重点措置が出されていないのは1月以来約2ヶ月半ぶり。現在感染の第6波と言われているわけですけど、このまま第6波が収まればいいというところですね。それから2つ目、これは少し気になるところではありますが、3月の最終週、全国のコロナ新規感染者数が前の週より増加しているということがちょっと話題になっています。まん延防止等重点措置が解除された影響だったり、それから年度末の人の移動が多い時期であること。あるいは今増えつつあると言われる BA.2。これは今までのオミクロン株の亜種のことで、ステルスオミクロンなどとも呼ばれていて、今までのオミクロン株よりも感染力が強いと考えられているもの。こういったものの影響を指摘する声などが上がっています。この後の感染者数の推移や医療の逼迫度合いなど、その推移がどうなるのかも見ておきたいところです。それから続いてワクチン関連でもいくつか話題がありました。まず一つ目、現在ワクチンの3回目接種が行われつつある状況なわけですが、このうち高齢者の3回目接種の割合が80% を超えたということが政府の集計で分かりました。高齢者の 80% がもう3回目接種を済ませていて、国民全体だと 40% 弱が3回目接種を終えた。3月末時点でこのような接種率になっています。それからこの3回目接種は現在18歳以上を対象に行われていますが、若い世代、12歳から17歳の3回目接種も開始の方向で検討が進んでいます。早ければ4月から接種が行われることになりそうという報道がありましたから、こちらも知っておくといいでしょう。それから今度は4回目接種の話題も出始め始めています。まだ本当に4回目接種が必要なのかどうか、あるいは接種間隔や対象はどうあるべきなのか、このあたりはこれから議論が行われていくという段階ではあるんですが、政府は早ければ5月にもこの4回目接種を始める方向で検討を進めているという報道がありますから、こちらの動きも今後見ておくべきかなと思います。さて、続いてウクライナ情勢ですね。またこの半月でいろんな動きがあったわけですが、まずはこちらを見ておきましょう。日本政府がウクライナの首都などの呼び方を変更するとした話題。今まで例えばウクライナの首都はキエフという呼び方が一般的に使われていましたが、この呼び方はロシア語由来のものでした。今回政府はロシアによるウクライナ侵略という出来事を受けて、よりウクライナとの連帯を示そうということで、ウクライナ政府の意向を確認しながら、ロシア語由来でなくウクライナ語由来に基づいた呼び方をしようということになり、首都の呼び方をキエフからキーウに変更することになったんですね。首都キーウ以外にも今後呼び方が他の場所も一部変わってくることになるかなと思いますが、主要なところを見ておくと、まず首都キエフがキーウに変更。それからその北、チェルノブイリ原発で有名ですね。このチェルノブイリもロシア語由来だったので、今後はチョルノービリと表記されることになりました。で、日本でも非常に有名であり、忘れてはならない事故が起きているチェルノブイリ原子力発電所という呼び方。この呼び方、名前が今後変わることになるかどうかは、また世の中の動向、動きを見つつということになりそうなんですが、まず今はチョルノービリという呼び方を知っておきたい。それから東部の都市ハリコフはハルキウに。この辺りはニュースでもよく出てくる都市名ですから知っておくといいでしょう。それ以外どう変わるのかまだ見えてこない都市もありますし、またそもそもウクライナ語由来の呼び方だった都市。例えば今激しい戦闘で連日ニュースになっているマリウポリ。こういったところはそのままの呼び方でいきそうという、そういう感じなんですが、まず現時点では今紹介した3つぐらいの呼び方を知っておくといいんじゃないかと思います。それから次、この3月下旬の出来事で一番知っておきたいのはこちら。ウクライナのゼレンスキー大統領が日本の国会で演説を行いました。どういった内容だったのかなど見ておきましょう。まず今回は日本の国会で初めてとなるオンライン形式での演説が行われました。国会では今までも海外から日本に来た要人、他国の国王とか大統領がいらした時に国会で演説を行う。こういうことは過去何度も行われているんですけど、オンライン形式で演説を行うというのは初めての出来事でした。で、ゼレンスキー大統領演説を行ったわけですが、ぜひ押さえておきたいフレーズ4つほどあったかなと思います。例えば、ロシアはチョルノービリ原子力発電所、チェルノブイリ原子力発電所のことですね。これを戦争の舞台にしてしまったとか、あるいはロシア軍はサリンなどの化学兵器を使った攻撃をしてくる可能性がある。他にも侵略の津波を止めようとか、あるいは平和という言葉を多く使うとか、このような形で日本、あるいは日本人に訴えかける内容の演説でした。例えば、チェルノブイリ原子力発電所については、東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故と同じレベルとされる事故がかつて起きた場所だと日本では広く知られていますし、それから2つ目のサリンについては1995年、オウム真理教という宗教団体が起こした無差別テロ地下鉄サリン事件。これを思い出す人も多いような、日本人に響きやすいキーワードが選ばれている演説だったかなと思います。この他はゼレンスキー大統領が他の国で行っている演説に比べると、非常に柔らかいソフトな表現が多い内容でしたが、例えばアジアで初めて平和を取り戻すためにロシアに圧力をかけ始めたのは日本だったと。日本に対する感謝の言葉などもありましたし、それから国際連合など、既存存の国際機関が機能しないので侵略を止める新しいツール、これを作らなければならず、日本のリーダーシップがツール開発に大きな役割を果たせると思う。このような発言もありました。今回、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、間違いなく今後国際社会のあり方、国際秩序、そして国際連合のあり方、こういったものへの議論が深まっていくことになります。そのあたりを考えさせられる内容にもなっている演説だったということですね。そしてこちらも極めて異例の出来事なんですけど、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、NATO、G7、EU、それぞれの首脳会議が同じ日に行われるという、極めて異例な出来事もありました。まず3月24日、ベルギーの首都ブリュッセルで、これらの緊急の首脳会議が行われたんですね。まず NATO とは北大西洋条約機構。現在30の国が加盟している軍事同盟で、ヨーロッパの国々、それからアメリカ、カナダで結んでいる軍事同盟。これにウクライナも加盟したいとしているところを口実に、今回ロシアがウクライナ侵略を行っているんでした。それから次、G7 は先進7カ国、あるいは主要7カ国。グループオブセブンのことを G7 と言って、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本。この7カ国のことを指します。この7つの国のトップが集まる話し合いのことをサミットなどと呼んだりしますが、それが今回開かれたということで、日本からは岸田文雄首相がこの G7 サミットに参加をしています。そして EU はヨーロッパ連合、欧州連合のことですね。こちらはヨーロッパの27の国が加盟をしている政治的、経済的な連合のことです。それぞれの首脳会議が同じ日に行われて、それぞれでロシアへの制裁を徹底すること、それからウクライナへの支援を拡大することなどを確認しています。こういった外交が行われたということを知っておきたい。そしてそれ以外のウクライナ情勢、この半月での出来事ですが、まず3月16日、国際司法裁判所がロシアに対して軍事行動を直ちにやめるように命じる命令を出した。ロシアはこの命令に従ってないわけですけど、国際司法裁判所がこういう判断を下したということは、今後国際社会がウクライナにより一層の支援を行う、その支えになります。それから3月24日には国際連合の緊急特別会合。これが再開されて、民間人への無差別攻撃などを非難する決議を採択しています。緊急特別会合、安全保障理事会が機能不全に陥っていますから、その代わりという形で開催されている。それから3月21日、こちらは日本が非常に関連する話ですが、ロシアは日本と行っていた平和条約の交渉中断を表明しました。日本とロシアとの間には北方領土問題。北方領土は日本固有の領土であるにもかかわらず、ロシアが不法占拠をしているという問題がありますから、日本とロシア国交は結んでいますが、平和条約は締結していないという、この状態が現在まで長く続いてきました。この状況を改善するため最近は、日本とロシア経済協力を重ねつつ、北方領土問題の進展、そして平和条約締結の交渉が行われてきたんですが、今回ロシアはウクライナ侵略を受けて強い経済制裁を行う日本に対し、例えば日本を非友好国に指定するとか、そして今回のように平和条約交渉も中断することを一方的に表明したんですね。日本に対して強硬的な姿勢を見せているということで、ロシアが極めて身勝手な行動を取り続けている、それが際立っている、こういう出来事もありました。それから今度は北朝鮮情勢ですね。北朝鮮が新型の ICBM を発射したという出来事がありました。ICBM とは大陸間弾道ミサイルのことで、5500キロ以上の長い射程を持つ弾道ミサイルのことを指します。この5500キロというのは、かつて冷戦の時にアメリカ本土とソ連本土、現在のロシア本土とを結ぶ距離ですね。直接米ソのミサイルが本土に届く距離、ここから来ています。このミサイルに核弾頭と呼ばれる核兵器をつけて飛ばすことができるので、ICBM は核兵器や大量破壊兵器の運搬手段になるものとして知られています。で、今回北朝鮮は3月24日、新型だとする ICBM の発射実験を行いました。今回用いられたミサイルの分析にはいくつか見方があったりするんですが、日本政府防衛省は、この新型とされるミサイルが15000キロを超える射程となり得ると考えていて、これはアメリカ全土が射程に含まれる可能性がある。アメリカの東海岸までミサイルが届く可能性がある。こういうことを意味していて、アメリカにとって新たな脅威となり得る。北朝鮮もアメリカの脅威になることを狙って、こういったミサイルの開発を以前から行っていました。こういった状況を踏まえて、日本政府は北朝鮮に対する追加の制裁を了解しています。今後もこの新型 ICBM の発射実験であったり、あるいは核兵器の開発、核実験ですよね。こういったことが行われる可能性が高まってきていますから、こういった動きを見せる北朝鮮に日本やアメリカ、そして大統領が変わる韓国がどう向き合っていくことになるのかも、今後持っておきたい視点かなと思います。続いてこちら。これは簡単にポイントを見ておけばいいかなと思います。小笠原諸島に位置している海底火山、噴火朝根。こういう火山があるそうなんですが、この噴火朝根が3月27日に噴火したと気象庁から発表がありました。噴煙が約7000メートルの高さまで上がっている様子が確認されていますが、3月末時点では周辺には影響が出ていなさそうということです。これなぜ知っておきたいかというと、去年の8月、この噴火朝根より南側に位置している海底火山、福徳岡ノ場が大規模な噴火をしました。その噴火によって大量の軽い軽石が沖縄県、それから日本列島の主に太平洋側の地域に漂着して、漁業やフェリーの運航に支障が出るという出来事があったんですね。去年そんなこともあった小笠原諸島の海底火山の噴火という出来事で、ちょっと知っておきたいかなというところですね。なお、今回の噴火について一部の報道では、噴火したのは噴火山ではなく、その近くに位置している北硫黄島、こちらの噴火ではないかという見方もあるようです。詳しくは今後の分析待ちといったところですね。ということで以上3月下旬の時事問題でした。次の4月の時事問題に向けては、すでにニュースなどでも話題になっていますが、成人年齢が18歳に引き下げられるという点、成人年齢以外にも新たな法律がいくつか施行されることになっているという点、それから4月という新年度を迎えるにあたって、国際情勢も踏まえていくつかの商品が値上げになる、こういうことなどもニュースで頻繁に取り上げられています。もともと分かっていた話題についてはこちらの動画、2022年の時事問題を先取りする動画の方でも紹介していますから、勉強したいという人はこちらの動画も確認してもらえればと思います。また次の4月上旬の動画でも触れていこうと思います。ということで今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。